今日は意識の第1回です、えー。フランシス・クリックは言うまでもなくあの二次らせ構造ですね、DNA の二次螺旋構造を解明して、まあ、ノーベル賞を受けたんですけども、えー、彼はですね、後半でですね意識の、えー、研究に、えー、身を捧げました。でこのアストニッシ,シ,シング・ハイポセシス、驚くべき仮説というのはですね、まあ、脳から意識が生まれるというのは非常に我々にとっては、えー、驚くべき仮説であると。 用意なことを言ってるんですけどあ、このクリックとですね、フランシス・クリックさんと、えー、長年にわたって論文を書いていたのがクリストッコッホーさんですね、えー、意識研究の大人者です。で、このコッホーさんとクリックさんがですね、えー、一緒に提案していたのがニューラル・コレート・オブ・コンシャスです、えー。意識に対応する神経活動という概念です。 これはあの、クリックト候補さんの論文の一つですけれども、例えばですね、えっと、動きの知覚があるときに、その動きの知覚というですね、意識の表象はですね、どのような神経活動、その時間範囲の神経活動が生まれるのかとか、あるいはその、まあ、大脳神秘質の総構造ですね、この1層から6層場の新構造、総構造のですね、このような神経活動の働きがどのように意識が生まれるのかということについて、二人は長年一緒に論文を書きました。 で、特に彼らがですね、注目したのは、これ1910年の論文からですけども、えー、ビジュアルアウェアネスという我は、ビジュアルアウェアネスというのは、我々はなんか意識の中で、世界をまあ、見ている、認識している状態。このようなことについてですね、どのようにその、神経活動がさせているのかということについて、えー、一時期ですね、クリス・コッホさんとクリックさんはですね、えー、その、神経活動の周、えーま、まあ、まあ、振動、振動ですね。えー、このようなその、シンクロナスな、えー、まあ、 オシレーション、えー、同期したか、まあ、周期的な活動ということに着目して、えー、ニューラル孤率ということをね、随分解明してきました。またですね、あの神経、これはの第一視覚や、そして第二視覚やつい、えーと、色の中枢である V4 とかですね、MTMST、これが動きの近くの中枢ですけど、IT っていうのは、まあ、インフリアテンパラルコーテックス、えー まあ、形の中枢ですけども、このようなですね、四角形の相互結合関係などから、えーまあ、どのようにして意識が生まれるかみたいなこともずっと議論されてたんですね <laughs> で。先ほど申し上げましたように、そのリズム、えー、振動のリズムですね、この周波数なんかの特有の分析などで、えーまあ 意識がどのように生まれるかってことを、まあ、研究していたわけです。これ、改めてそのビジュアルアウェアネスなんですけれども、まあ、あのこのビジュアルアウェアネス、ですね、視覚的に何かいろんなことが見えていること、これが意識のです、ね、表彰として非常に大事な要素であるということは、多くの意識研究者がです、ね、注目したわけです。 で、あのー、まあ、えっ、ー、と、このですね、1995年のネイチャーに出した論文で、えー、ク,リック,とクリックさんの候補さんはですね、えっ、ー、と、V1、第一四角野ですね、この第一四角野は通常は、意識、えー、活動に、意識にですね、非常に大きな貢献をすると考えられているんだけど、必ずしもそうは言えないんじゃないかと。だからは 実は V1 の活動はです、ね、意識に上らないんじゃないかということを、まあ、この論文の中で検討していまして、その根拠の一つとしてです、ね、えー、V1 は意識の中枢であると思われる前頭前野の方にです、ね、直接投射していないと、えー、工事四角野を通した間接的な投射しかないと、このようなこともあって、第一四角野の活動は意識に上らないのではないかという,ようなことを彼らは言ったわけですね。でこのののニューラルコリエツにについいててて、ねえー、な議論が行われていてそのうちの非常に、えーと 中心的な人人物ののつが、一人がですね、このネットブロックさんです。ネッットブロックさんは分析哲学者なんですけども非常に熱心にですね、えー、神経活動神経細、えー、神経科学のですね、論文を読んでで、例えばニューラルコリエーズについてもでさまざまな論文を読んだ結果、えー、このような、えー、ことが言えるんじゃないかということをその哲学者の立場からですね、例えばこのようなメタアナリシスをしてさまざまな、えー、研究を総合してえーえー こういう文献ではこういう NCC ですね。ニューラルコリーツコンシャルセンスはここら辺だと想定されるみたいなことをずっとまとめて、大変あの、えー、精緻な議論をするのがこのネットブロックさんの特徴かなと思います。で、あのー、まあ、 そんな中でも、ですね、やはりあの、まあえー、そのいかにその神経活動のから意識が生まれるかということの議論は政治化されてきたわけで、えー、このコッホさんらの論文ですね、2016年の、これは逆に、ですね、えーとえー、と以前、思えていたようにその前頭葉、それから、えー、頭頂葉、これらの、えーまあ、なんか、 神経活動が、必ずしもです、ね、ニューラル孤ツとして中枢的ではない,のでもうないのかもしれないというのは、より精緻な分析、要するにこれどんどんのそのニューラル孤ツのです、ねえー、まあ議論というのは、精緻化していくわけで、その中で、以前よりも細かく、えー、その対応する神経活動も、えー、見つかってくるわけで、あのーまあ、以前、あのー、求められていた、思、あ、わ、のー、れていたその、えー、フロンタルポーションですね。えっ、ー、と 非常にあの,ま,ず前の,そのまあを中心とする神経活動ネットワークが、えー、それほど神経活動に本質的とは言えないのかもしれないみたいなことを言っているのと同時にそれからそのガンマオシレーションですねガンマバンドのオシレーションについても、えー、その周波数によって意識 に関わるコントリビューション、企業ですね、えー、ちょっと違うのかもしれないというような、このような、より細かい議論が、えー、行われてくるようになってくるところでございます。そしてですね、PCI ですね、Perturbational c o m p l e x i n d e x というイメージャーがありまして、えー、これを通して意識あるなしの活動が全能的に、全能的に、えー、判別できるんじゃないかというようなことが、えー、まあ、最近では言われています。これについてはまた後に触れることになると思います。 さて、あの、意識の研究においてはですね、様々な仮説が提案されてきては、 えー、また、えー、い,いろんな議論を呼んできました、そのうちの一つがこのサーチライトハイポセシスで、これはですねあのクリックさんがかなり出勤、1914年ですね、えー、この時にその視床の構造を見ると、視、え、床、ー、まあ、サラマスはでさまざまな感覚入力がそこを通してよくいくんですけども、特にレチキュラコンプレックスですね、レチキュラニュークリアス、この、えー、活動が非常に実は、意識を支える上では、 えー、大事なんではないかという仮説をこの時点でクリックさんは出していて、えー、それが、えー、サーチライトハイポセイシスつまりネオコーテックス大脳新皮質に対してです、ね、サーまる、あ、でサーチライトのようにこうやってサラマスのさまざまな活動が向、えーまあ、けられるというような 仮説を出したわけですね。それからそのデビッド・マンフォードさんのブラックボードモデルも、えー、一時期注目されました。デビッド・マンフォードさんはですね、フィールズ賞を受賞した数学者なんですけども、えー、彼がですね、バイオカルサイバーテックスに書いた、えー、論文がありまして、えー、これ1と2に分かれてるんですけども、まずこの1ではですね、えー、そのし大脳神皮質の計算論的なアーキテクチャということで、えー、師匠と、えー、大脳神皮質の、えー、間のループ、これに注目してまして、で、まあ、 大体どういうイメージかというとです、ね、支障、えー、がです、ね、その非常に荒い。 えー、外界についてのリプレゼンテーションを作って、それを大脳神秘室が参考にして、いろんな情報処理をしていくんだけども、その,こその結果が、ですねまた再び首相にフィードバックされて、まあ,れである意味ではその仮になんか世界像を描くようなブラックボ,ックスブラックボードとして、ですね首相が使われているんじゃないかというようなことを、この時点で、えー、マンフォートさんは提案していたわけです。えー、つまり、えー、その大脳神秘室の計算論として、ですね首相と大脳神秘室の間の 総合的なやり取りに注目した。 えー、計算論だったわけですねでそれによって、徐々に最初は、えーとまあ、ブラーリー、えー、ちょっと曖昧な形で、えー、表現されていたさまざまなことが、次第に精緻に、えーまあ、表現されていくようになるというようなことと提案したわけですね。このシリーズの論文の2においてはです、ね、今度はコー,チコ,コーチカルループですね、大脳新皮質の内部の、えー、情報処理がどのように行われているかということを、まあ、マンフォードさんは検討していましてで、このやはりだ6層構造ですね。6層のどこ どこからどこに入って、どこに出ていくのかということを通して、えー、さらにその情報がですね、えー、仮説と、えー、仮説検証、えー、そのトップダウンとボトムアップですね、この関係がどのようにその大脳神止室の中の回路によって表現されているか、これは有名なダルミシャンの隠し図形ですけれども、このようなことを認識するときに、最初は曖昧だった情報がやはりだんだん精緻になっていくという、このようなですね、プロセスとして大、大脳神止室の、まあ、 プロセスを捉えるというのがこのマンフォードののの実験ですこのバルチカルサイバティックスはですね、当時非常に大きな影響力を持った論文で、ウィーナー、ノベット・ウィーナーのサイバティックスという概念がありますけれども、それに基づいてこのような論文がよく出版する されていたわけですねで。さらにその意識の研究において、ですね、一時期注目されたのが、バインディングプログラム、結び付け問題です。結びつけ問題というのは元々です、ね、もともとアントレーズマンという非常に偉大な心理学者がいまして、この人がですね、視覚的な探索ですね、例えばその色と形が結びついた探索の時に、え パッとですね、例えばゃ赤の中に緑があるような時ってのは、パッと背が浮かび上がるんで、そのディストラクターの数に対してその探索時間っていうのがリニアにならないんですけど、えー、一個一個探していかなくちゃいけないようなものもあると。で、そのような一個一個探していかなくちゃいけないようなリニアな、えー、横軸がディストラクターの数で縦軸がその探索時間なんですけど、リニアにの伸びていくような、そういうような パーセプトですね認識の単位の性質があるということを示したのがこのアントレーズマンさんです。でそのようなことを考えていくとですね結局その脳の中で、えー、形色そして動きこのようなですね えー、様々さまざまな視覚特徴が別々の部位で表現されていて、それが最終的に赤い球が右に動いているというような形で、それが結びつけられるんですけど、この結びつけがどのようにして行われているかということが、実は意識の非常に本質なんじゃないかというふうふに考える人が出てきたわけででですすねで、えー、その中でその中注目さされたのがシシンンンナライゼーーョ発火とということですでウォルフ・ジンガーさんはですね。えー こういうことについて非常にあの精力的に研究していた人の一人でして、えジンガーはですね、えっ、ー、とそのまあさまな視覚特徴を表現している神経活動が同期して発火するということがこの結びつけ問題の解決と関係しているのではないかというような一連の研究を発表したわけですね。でこのような形でその同期発火ということが、えー、まあ、先ほどあのクリクトコホさんのところでもその同期発火が意識において重要であるというような考え方をちょっと 紹介したんですけど、ジンガーさんはこのようなことが結びつけ問題を解決する上で非常に重要のではないかというようなことを指摘したわけです。そして、ですね、えーと、意識の問題について非常に重要な貢献をした研究テーマの一つが、ブラインドサイトというものでございます。ブラインドサイトは、ですね、あの第一視覚矢をですね、損傷した患者さん、人間の患者さん、あるいはその第一視覚矢を損傷した,した猿ですね。 このような主体が、資、え、格、ー、経験、意識の資格経験としては、何かが見えるということがないのにもかかわらず、その見えないはずのものが見えているような振る舞いをすると。 えー、特にです、ね、例えばじゃあ、えー、と何かターゲットが現れたときに、そこにサッカードですね、えー、中心点移動をするような、えー、そういうタスクをしたときに、見えていないにもかかわらず、えー、見えていないはずなのに、えー、そういうことが正確にできるということがあると、でそういうその神経機構というのはどういうメカニズムなのかということを、えー、そのお猿さんとかを使ってです、ね、あるいはその人間の、えー、患者さんを使ってです、ねえー、研究しているのが、このブラインドサイトという、えー、研究テーマで、大変あの興味深いデータが。 たくささんあの報告されていますであのこのようなそのブラインドサイトなどをですね通してこのヴァイツカラントさんとも、えー、とブラインドサイトをずっと研究された方なんですけど、えー、視覚情報保持特にそのビジュアルアウェアネスについてはですねさまざまな知見が、えー、報告されてきたわけですさらにそのバイノキアライバリー両眼視野闘争ですねこれはあの 同じ視野の部分に右目と左目から違う情報が入ると、ですねそれらがどちらか、左か右かどっちが勝つんですけど、そのえー、とつまり視覚情報としては脳の中に入ってきているのに、それが意識の中で見えるのがどちらかだけだということで、これは意識的に見えるということはどういうことかということについて、非常に重大な。えー ヒントを与えていると考えられて、バ、えー、イオケラライバリーが一域非常に注目されたわけですね。で、このバイオケラライバリーは、えっ、ー、と、まあ、いろんなアプローチがありまして、まあ、こういう視覚心理実験でですね、えっ、ー、と、左側と右側に違う情報を提示して、その時にどういうナイナミズムで、えー、神経活動が起こり、そして、あの、 えー、バイ,ノキアライバリーが起ここるのかとということで、えー、特にこれは即抑制ですね、あのまあ、お互いに左目、右目から入った情報があるんですけども、それがお互いに即抑制して、ウィナーテイクルのメカニズムで、どのようなそのタイムコースで、えー、結果としてその意識が、意識の中でどっちらの絵が見えるかということが起こるのかってことが、このバイオノキャラライバリーで研究、えー、されていったわけなんですね。 で、あの、私もですね、えっと、タヤフキフミさんと、えー、ずっとシンガポールにいて、今、あの、日本に帰ってきてデータサイエンスをやってますけれども、えー、タヤフキフミさんとですね、えー、その、まあ、あ時空間的な、えー、バイオノキャラバイの非常に複雑な、えー、挙動をですね、研究した、 えー、ました。それでそれはあの動く円というですね非常にサリエントなフィーチャーを使いました。そのサリエントなフィーチャーによってどのよう,うにしてそのバイノキアライバリーがインデュースされるのかということについて、えー、こういう研究をしています。であのー、このようにですね視覚的アメェイネスを、ね、研究するという、えー、アプローチがある一方で、えー、その脳の全体のですね意識状態に 迫る研究が非常に面白くてですね特にディスオーダーズ・オコンシャスセンス、DOCS というものですね、まあ、病床の患者さんなど、あるいは脳損傷の患者さんなど、その意識の状態をメディカルに把握する必要があるときに、それをどのようなその方法で把握するかということでここ、このレビュー論文ではですね、グラスゴー・コマ・スケールというですね、有名なその、えっ、ー、と、まあ、意識の状態を把握する、まあ、 スケールがあるんですけどもそれな、それと他のスケールですね、それを検討した、比較検討した研究です。これはあのグラスココマスケールというのは、そのまあ、ここにも書いてあるようにゴールドスタンダードだと考えられわけなんですけど、そのようなことを通してです、ね、まあ、例えば手術の前後とかです、ね、あの怪我をなさった患者さんの脳損傷の程度をです、ね、推理するとか、そういうことをこのグラスココマスケール、GCS でやったわけですね。それからフルオンアウト アウトライン s p o n s i v e n e s s っていう、4っていうですね、えー、メジャーもありまして、このようなそのメジャーが比較するとどうなるのかということを検討したのがこのレビュー論文です。でそのグラスゴーコマースケールはこちらでございまして、まあ、目をどれが開けるかとかですね、バーバーのリスポンスとか、そのモーターリスポンスの程度によって点数をつけて、その合計によって、どの程度の,その意識状態があるかということを推理しようというものです。で、あの、最近はそのパータ先ほどちょっとご紹介しましたけど、パータベーショナルコンプレクスティインデックスっていうものも提案されていて、えー、これはですね、 その脳の,そのまあ情報処理のある種の複雑さと柔軟さをですね、情報圧縮のえ理論ですね、これを応用してえと0から1までの PCI でえ測定しまして、PCI が1日かければ違うほど意識状態が高いというような推定を行うという方法ですで。これはですね、 大変あの、えー、興味深いアプローチで、要するに脳の全体の刺激活動の様子を、ある種の統計的な処理をして、えーまあ、この PCI にマップして、ですね。まあ、その時にそに、レンペル・ジフ・コンプレクシティというのを使うんですけども、えー、それが、これがこちらの、えー、定義ですけど、要するにある、えー、とバイナリーなシークエンスがあったときに、それをどれぐらいの大きさのシークエンスで実質的に表現できるかというのが、この、えー レンペイル、ZIF、コンプレクシティなんですけど、えー、そこから PCI っていうのをこのように定義すると。で、それであの、まあ、実際のですね、えー、と、患者さんの脳の活動をですね、測って、で、この PCI を計算して、えー、それが0か1のどれぐらいの値になるかということで、いろいろ研究するんですけど、このカーサーロット ディソオーダーズ・オコンシャス・ d o CS の時に、えー、ときに PCI を使ってです、ねえーと、まず、えー、通常の、えー、と判断診断基準で、えー、意識状態がある、ないと見られる患者さんがその PCI でちゃんとそれが再現できるかということと、それからです、ねえーとまあ、今、メディカルにはアンリスポンシブなベジタティブ・ステート、植物状態になる患者さんが43人にして、えー43人ですね、この PCI を当てはめたところ、実は43人中9人が PCI の値は高かったとでこれをどう解釈するかつまり pci というメジャーがですねまだ完全でないということを示すのかそれともこの、えー、植物状態にある患者さんがですね何らかの意識状態を持っていることを示唆するのかってことについてはまあさらに研究が行われなければいけないところかと思いますえー、こういう形でそのまあえー、とまあメディカルにですね pci の研究をしてでそのことによって脳のえっ、ー、と意識状態を、えー、まあ、えー いろいろ推定するというようなことは重要な意識研究の一部として行われています。さて、あの意識ってのは当然その、えー、と麻酔ということがですね、えー、重要なことで、特にその全身麻酔ですね、えー、これは、えー、と意識そのものがなくなるわけです。で、この意識,意識 麻酔をすることによって手術というのは可能になったわけなんですけど、この麻酔の基準については、ですねやはりその意識とは何かということを考える上で非常に重要なんですけれども、以前からですね、マイヤー・オーバートンの法則ということが知られていまして、これはどういうことかというとですね、ある麻酔薬がどれくらい効くかどうかということはですね、それがオリーブオイルにどれくらい溶けるかということによって決まると、これ横軸がオリーブオイルに溶けやすさで、縦軸がですね、どれぐらいその麻酔薬を使わないと麻酔が効かないかということなんですけども、このようにそのオリーブオイルに溶けるものほど、 そんなに量を使わなくても麻酔薬が効くと、つまりえっ、ー、とオリーブオイルに溶けるや麻酔薬ほどよくとよく効くということが、えー、分かってたわけなんですね。 でこのことからその細胞膜に、えー、と何らかのか、えー、と関与をするんじゃないかということが強く、えー、推測されるわけですね、でこの麻酔薬というのは実はその、えー、分子構造とかですね非常に様々で普通で、すね基質の特異性がありますから、ただタンパク質のどこかにバインドするんだったら、ですねある特定の基質構造を持ってないと効、えー、かないはずなんですけども、えー、麻酔薬は非常に広範なものが効くと。ということはどうもその、えー、細胞膜に作用して、ですね、えー、そ意識 機を変えるんじゃないかというようなことが言われていて、ラーナの、えーの1990年の、えー、提案ですね、ギャップチャンクションのような膜タンパクの構造が、えー、ダイナミクスがですね、その膜の属性が変わることによって間接的に影響を受けて、例えばその、えー、イオンチャンネルのですね、挙動が振る舞いが変わって、活動膜電位とかに影響を与えるんじゃないか、そういうことを通して、えー、まあ、 がが効くんじゃないかってことこ言わわれてけですね。でそのデ d s ームっていう傾向、えー、を使ってですね、一分子レベルの動きを見るような方法があるんですけども、このディストームを使ってですね、その実際に細胞膜の状態を見るというような研究が行われているわけです。で、この、えーっとですね、2020年に出た論文は、えー、っとスクリプス、えー、スクリプス飲酒、えー、とか、ね、の、 研究者たちがやったもので、えー、と彼らのホームページには175年間の、まあ、ミステリーを解いたんだということを言ってて、それは何かといったら、実際に、えー、この、まあ、d ストームを使ってです、ねえー、と麻酔薬をかけたときの細胞膜の挙動を見ていて、 で、その、まあ、えー、実際に細胞膜の属性が変わることによって、膜タンパクが影響を受けて、その,そのことによって麻酔がかかるというようなメカニズムが見えたと。で、えー、このですね、えー、GM1 というですね、その、まあ、細胞膜の上のラフトがあるんですけど、このラフトがですね、えー、まあ、ほどけちゃうと。で、そうすると、ほどけると面積がこうやって、あの、 拡大すするわけですよねで。麻酔薬を作用させると、この d ストームで見えるそのラフトの大きさが増えて、でそのことによって、膜タンパクが、チャンネルタンパクが影響を受けて、そのことによって、何らかの,その神経細胞の活動の変化が起こって、そのことによって麻酔がかかるんじゃないかということを、この論文では検証をしています。ですから、このようなです、ね、メカニズムは大変興味深いんですけれども、問題はだから、このようなです、ね、メカニズムが、意識の本来の、 メカニズムに対してどのような示唆を与えるかということなんですね、であのまあ、普通にそのコネクショニストモデルで神経細胞の活動がアップダウンするということを考えると、神経細胞の活動がうんと、まあえー、と下がると意識状態が下がると、ですので、えー、それは今までのコンベンショナルなというのかな、えー、意識のモデルで説明できるわけですね、で問題はその、えー、とこの細胞膜を通して、えー、麻酔薬が効くというです、ね、このメカニズムが。 最終的にはその直接な要因としては、えー、細胞細胞神経細胞の活動のアップダウンを通して意識状態に変化をもたらすのかそれともこの細胞膜の変化自体が実は意識の本質的なプロセスとして関係するのかどうかということについてはですね、えー、これはさまざまな議論があると思います。で、コンサーバティブな、えー、見方をすると、あのーまあ 意識は、えー、その、やっぱり神経活動のによって起こるんで、えー、あくまでも最終的に聞くのは、パラメータは神経活動であって、えー、細胞膜の変化というのは、それを引き起こす間接的なパラメータに過ぎないという考え方もあるんですが、一方で、えー、その細胞膜の属性が変わるということ自体が、直接意識活動に関係している可能性もある。で、依然せよ、非常に興味深い研究だと思います。えー、ところで、あの、まあ、 チューリングマシーンですね。コンピューターのチューリングマシーンという視点から見ると、えー、そこにはユニバーサイティがあるわけで、どんなものでも表現できるわけで、じゃあその中で意識ってどういうものであるかということについて、やっぱり我々は考えなきゃいけないと思うんですね。で、これ、あの、まあ、ある著,著物からその、まあ、これはですね、ライプニッツが有名なんですね、あの、パイをこのような無限級性で表すような式、これ、ライプニッツすごくあの誇りを持ってたらしいんですけども、 まあ、いろんなですねブーダ台数のブールだとか、ですねそれから論理学、えー、フレーのフレーゲですね、それから、えー、この無限集合論のカントールですね、それから数学の形式化の道筋を示したヒルベルトですね、それからそのゲーデンの俯瞰制定というようなゲーデン、クーデンルですね、それからその、えーまあ、チューリングマシーン。 のモデルを立てたアランンチューニングこのようなです、ねえーとまあ、先駆者たちによって、そのつまりすべて計算論として捉えた場合には、えー、もうコンピューター、普通の,そのコンピューターで、えー、と十分であると、だから万能性があるから、じゃあ、意識というものは何をやるのかということについてそのけ、計算論的に見た。 意識の特別性ってのはあるのかないのかってことは非常に実は重要な問題なんですね。で、一方でそのパンサイキズムって考えたかって、えー、まあ、パンサイキズムってのは全てのその物質的な過程に意識が宿るという考え方で、えー、このデビッド・チャーマーズですね、コーリアをハードプロブレムといった、デビッド・チャーマーズは、え、代表的なパンサイキズムを考える論者なんですけど、もちろんそのパンサイキズムって言ってもですね、単純なものではなくて、すでにあの、これチャーマーズのですね、2017年の論文で議論されてるんですけど、えー、ウィリアム・ジェームスがパンサイキズムについて実は、 えー、検討していてですね、そのコンビネーションプロブレムってもらうのがあると。だからもしですね、一個一個の細、えー、物質にですね、なんらかの原始的な意識が宿るんだとすると、それを組み合わせることによって、より複雑な意識が生み出されていくっていうことのロジックをどのように考えるのかと。で、これがですね、先ほど申し上げたその、えー、コンピューテーションのユニバーサイティですね、えー、万能性と意識の関係をどういうふうに考えるかということについて、非常に重要な、えー、示唆を与えるものだと思います。 ということで、えー、続きはコンシャスネス2で議論しましょう。また、次回。それでは、意識は不思議だな。